神に、一人後遺作を捧げようとするアブラハムと、それを制止する天使。レンブラント、アブラハムと遺作、1634年。アブラム、ヘブライ語、子、エイブラム、元、エイブラム、またはアブラハムは、ヘブライ語で、多数の父という意味。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を信仰する、京天の民の子祖。ノアの洪水後、神による、 人類救済の出発点として選ばれ祝福された最初の預言者。信仰の父とも呼ばれる。ユダヤ教の教義ではすべてのユダヤ人の、またイスラム教の教義ではユダヤ人に加えてすべてのアラブ人の系務上の外されの祝福も救いもアブラハム契約が前提になっている。イスラム教ではイブラーヒームと呼ばれ、ノア、モーセ、イエス、 ムハンマドと共に五大預言者のうちの一人とされる。キリスト教の聖教会においては、アウラームと称され、聖人に劣勢られている。族長家、ビル族と呼ばれる、ヘブル人の先祖たちの一人である。語源となった、創世期に出てくる人物アブラハムは若い頃は、アブラムと名乗っていて、アブラムの意味は日本語にすると、父は、高いというようなニュアンスでこれ自体は、 生まれの良さを指し、油、ハムのように、歯をつけて、伸ばすのは、中東のアラム語などで普通に見られる変化であるが、創世紀の第17章では、多くの国民の父という意味だとして、彼の子孫繁栄のために神が、直々に解明されたものだとされている。アブラハムの名は、ユダヤ教、キリスト教などを支持する、人々の間では、 世界的に非常によく男性の名として使われている。イスラエルに住むユダヤ教徒でその名を持つ人は非常に多い。また、イスラム教社会でもイブラーヒームの名で男性の名前としては一般的な存在となっている。ヨーロッパでもっぱらカトリックだけが布教されていた時代にはその名は現代ほどには使われていなかった。プロテスタントが生じてからは カトリックの聖人と同じ名になることを避けて、旧約聖書の人名を用いることが多くなり、近世になり、アブラハムと名付けられた人はいくらか増加した。アメリカ合衆国においては、ユダヤ人の数も多く、またもともと人種的には、ユダヤ系でありながら、現在は、プロテスタント系の中でも特に旧約聖書と、イスラエルを重視する教会に所属している人。 あるいは人種的には、ユダヤ人とは関係ないが、プロテスタント教会に属する人、などが入り乱れており、結果としてその名を付けている人は、かなり多い。第16代大統領リンカーンのファーストネームも、アブラハムである。英語における短縮型は、エーブ。詳細は、旧約聖書冒頭の創世記の12章から25章にかけて、 大洪水やノアの箱舟の物語とバベルの塔の話の後に描かれている。アブラハムは伝説と歴史の間に生きている。この塔では元の名のアブラムを基本に記述を進める。テラノコアブラムは文明が発祥したメソポタミア地方カルデアのウルにおいて裕福な遊牧民の家に生まれたと学者らによって考えられている。カルデアのウルは メソポタミア北部と南部の説があり、どちらなのかは確定していない。テラは、その息子アブラムと、孫で、アブラムの老いにあたるロト、および、アブラムの妻で、アブラムの妹妹にあたるサライと共に、カナンの地に移り住むことを目指し、ウルから出発した。しかし、途中の波乱に、テラ一行は住み着いた。アブラムは、父テラの死後、 神から啓示を受け、それに従って、つまさらい、おいろと、およびはらんで加えた人々と共に、約束の地下なんへ旅立った。アブラム75歳の時のことである。以下は、その時の神の啓示である。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを、大いなる国民とし、 あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを、私は祝福し、あなたを呪う者を、私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。旧約聖書、創世紀12、1から3、日本聖書館公開の新海約聖書より、アブラム一行が、カナンの地に入ると、シェケムで神が、 アブラムの前に現れ、あなたの子孫に、私はこの地を与える。創世紀12、7、日本聖書館公会の新海約聖書よりと予言された。アブラムは、自分のために現れてくださったのため最初の祭壇を、シェケムに気づいた。その後、アブラム一行はさらに南化して、ベテルと愛の間に移り住んだ。そしてここにも神のための祭壇を築き、 エルシャダイという名によって祈った。その後、ネゲブ地方が飢饉に襲われたため、アブラム一行は揃って、エジプトへ避難した。見目麗しい妻サライが原因で自分が殺害されることを恐れたアブラムは、妻サライに自分の妹とだけ称させることにした。そのサライが、エジプト王の宮廷に召し抱えられたため、アブラムは一大財産を築いた。神は、 アブラムの妻サライがエジプト王の妻とされたことでエジプト王及び王家を災害で痛めつける。エジプト王は神がアブラム側に立っている事態を理解したのでアブラム一行を彼らのすべての所有物と共にカナンの地へ送り出した。アブラム一行はベテルと愛の間の祭壇まで戻りエルシャダイという名によって祈った。アブラム一行はすでに家畜も奴隷も 金銀財産も十分持ちすぎていたので、アブラムが、ナ南地方を、ロトが、ヨルダンの定地全体を選び取って住み分け、ロトは、後に、東方、ヨルダン側東岸に移動した。なお、ロトが、ヨルダンの定地を選び、移り住んだ時点では、そこにはまだ、ソドムとゴモラが存在しており、これらの都市は、神の怒りによって滅ぼされる直前であった。アブラムとロトとが分かれた後、 アブラムに神から以下のような予言が下された。さあ、目を上げて、あなたがいるところから、北と南、東と西を見渡しなさい。私は、あなたが見渡している、この地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私は、あなたの子孫を、地の地理のようにならせる。もし人が、地の地理を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。たって、 その地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに、その地を与えるのだから。創世紀14時14分 -17、日本聖書観光会の新海約聖書より、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を信じるいわゆる聖典の民は、いずれも彼を唯一神が、人類救済のために選んだ預言者として熱く、尊敬し、祝福する傾向が強い。そのため、 これらの宗教は、アブラハムの宗教とも呼ばれる。神の使いを迎えるアブラハム。どれが神に、一人息子の遺作を捧げようとするアブラハムとそれを、留める天使。ロランド・ラ・イールが、1650。オルレアン美術館彼は老齢になっても着死に、恵まれなかったが、神の言葉、天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみるがよい。あなたの子孫は、 このようになる。創世記15、5、新共同約聖書よりと言われ、その五歳のサライの勧めで、彼女の奴隷であったハガルを目掛けにして76歳にして、イシュマイルを授かり、後に99歳で割礼を受け、老妻皿との間に100歳になって、着死遺作を授かった。これ以外に、 アブラハムの子として記されているものとして、アブラム137歳の時に妻サラは127年の生涯を閉じたが、その後アブラハムは、ケトラという女性を妻にめとり、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シワという子供を設け、その後アブラハムは、イサク以外の子には生前分与として、贈り物を与えて、東の地に去らせ、イサクには、残りの、 全財産を継がせた他自分の故郷から、冒険親族のリベカを連れて来させて、彼の妻にさせた。アブラハムは175歳で世を去り、マクペラの洞窟へイシュマエルとイサクによって葬られた。ヘブロンにあるアブラハムの母廟アブラムの母廟は、パレスチナのヨルダン川西岸地区ヘブロンにあり、ユダヤ教とイスラム教の聖地として尊崇されている。ユダヤ人は、イサクの子。 ヤコブを共通の祖先として、イスラエル十二部族が派生したとし、アブラハムを父として崇め、また、アブラハムの末を称する。一方で、イサクのイボ兄に、メカケハガルから生まれたカズコイシュマエルや五歳、ケトゥラから生まれたイボ帝たちがいて、旧約聖書の伝承では彼らがアラブ人の先祖となったとされる。また、すべてのユダヤ教徒の男子は、 アブラハムと神との契約により、生後8日に割礼を受ける定めとされる。これ以外に、大元の出典の名前並びに、内容の審議は不詳だが、マカバイキ一巻第12章20から23節に、出てくる、スパルタ王アレオスから、ユダヤの大祭司オニアスに来た手紙には、ある文献によると、スパルタ人とユダヤ人は、兄弟で、アブラハムの子孫であると書いてある。 という記述がある。この項では、アラビア語発音のイブラーヒームの名を基本に記述を進める。イスラム教では、旧約聖書の伝承について、改ざんに基づく誤りを含みつつも神の言葉を伝えた経典であると考えてはいるが、イブラーヒームについて同様に考えており、アラブ人は、イブラーヒームとイスマーアイールを先祖とみなしている。イスラム教の立場では、 イブラーヒームとは、ユダヤ教も、キリスト教も存在しない時代に唯一神を、信じ消えした完全に純粋な一神教徒であり、イスラム教とは、ユダヤ教とキリスト教が、いずれも、イブラーヒームの信仰から逸脱して不完全な、一神教に落ちた後の時代に、イブラーヒームの純粋な一神教を再考した教えで、ある、と考えられた。これに関し、 クルアーンの第三章には次のような意味の節がある。トルコのムスリムの伝承では、旧約聖書にある預言者イブラーヒームがカナンに向けて出発した、ウルトはウルファのことであるとし、これは世俗主義の立場である、聖書学からも支持されていた。イスラム教の伝統では、イブラーヒームの誕生した場所はウルファであるとされており、これを記念するモスクも建てられている。 イスラム教徒も生後7日目から12歳までの間に、割礼を行うが、ユダヤ教徒は違って特にイブラーヒームに由来する、法とは考えられておらず、イブラーヒームとアラーフとの契約に基づいた、宗教的義務ではなく共同体の監修に過ぎないと、みなす、法学派が有力である。ありがとうございます。